2008年世界選手権、憧れの舞台に一度立ったからこそ見えた景色があります。やり残したこともあります。昨シーズンよりもさらに熾烈な3枠の争い、最終滑走。ベートーベンの月光は昨シーズンと同じプログラム。南里にとって勝負の全日本です。トリプルアクセル、綺麗に決まりました。トリプルフリップ、トリプルトーループ、これも高い。あー、最後のジャンプシングルルッツになってしまいました。これは大きな失敗。と言われ続けた表現力ですが、滑りに気持ちを込めることができるようになったといいます。やはり昨シーズン世界選手権という大舞台を経験してますので、それがものになってきてますよね。はい、歯を食いしばって足を変えた。もう一度あの舞台に立ちたいという南里康晴の今シーズンの挑戦。フィギュアは美しく、しかし残酷なスポーツです。トリプルルッツはシングルになりました。さて国分さん、はい、いや他が完璧だっただけにちょっともったいないかなと思いましたけどね。2つ目のジャンプまではね、そうですね、完璧でしたからね、はい、でも最後も本当に集中を切らさず、その後もノーミスで行ったんじゃないかなと思いますけどね、はい、荒川さんはこの表情どうご覧になりますか。やはりトリプルルッツよりも心配だったことが最初にあったのがクリアできたがために、最後のそのルッツが本人としても悔やまれるんでしょうけれども、おそらく最初がうまくいって飛び急いでしまったんでしょうね。最後のジャンプ少しやはり早く終えてしまいたいっていう気持ちが先に出てしまいました ね。さあ演技を振り返っていきましょう。まあ、今日はこのトリプルアクセルは本田さん飛ばなければダメという感じになりましたね、各選手。そうですね、それも見事に綺麗なトリプルアクセルですね、はい、そしてこのトリプルフリップからのコンビネーションも高さのある、はい、ランディングも綺麗ですね。高さと幅というこのジャンプの難理、ただルッツが飛び急いでしまいましたね。これはあ、降りた瞬間本人もあーという顔をしました。
70点を超えてくれば最終グループですが、男子の必須要素がトリプル以上ではなければいけないので、シングルルッツから全部マイナスついてしまいますので、本当に点数がない状態になってしまいますよね。なるほど。そうするとジャンプ1個分点数がね、他の選手に比べたら少なくなってしまいますよね、はい。さて南里の得点ですが 37.10 の要素点、そして構成点 32.05、 69.15、 なんとか6位につけて、なんとか明日への望みをつないだという形です。ショートプログラム首位発進は堂々の